どうも、ライオンです。今日はですね、こちら作ってきました。ライオン求めて、傷つくときは、マシン英雄伝渡るの、竜王丸おおこの王のモノマネをね、子供の頃キアメントしてたのをちょっと今思い出しただけですが、それいいや、こちらを作ってまいりました。いつものようにね、まあ、バチ組とか簡単フィニッシュみたいなことでね、やろうかなと思ったんですけれども、まあ、もうサムネでね、分かってるよね、この後何が出るかとかって先日行われました模型温泉で、まあ、大越智恵さんにね、この動画出ていただいてましたけれども、まあ、あそこにいらっしゃったんですよで、1個目に出した早組対決の時に気づいた人いたかな。1位の人が完成した時に、はい、審査しますって言ってた方、あの方です私ちょんかいとかって言ってましたけどね、そういうことだったんですよ。で、まあ保健運送のイベントでみんなプロもやってる中、私もこれを作ろうと思ってたんだけど、せっかくいらっしゃるんだし、アドバイスとかもらったらみたいな、そんな動画にしてみたらっていうふうなことをね、提案いただきまして、まあ私からしたらね、いいんですかってなってたんだけど、おう、じゃあ早く返信してきてみたいな話になっちゃって、はい、ガーって着替えて、あ、お願いしますっていう風に、突発的に、始まったやつで、しかも、撮り直しなしの一発撮りみたいな感じで、わーって、なんで、超焦って、緊張してっていう私を、もうご覧あれ。よろしくお願いします。どうぞ。じゃじゃん、マックス渡辺さんでーす。どうも、模型芸人マックス渡辺です。芸人さん、そうなんですか。芸人です。ずっと紙面では必ず1回は書く、あ、月に1回は書くって決めてたんですね。はい、どうもお呼びいただきありがとうございます、はい、しかも弊社製品を扱っていただくということで、ありがとうございます、はい、もう私渡る世代なので。そうですよね、渡る世代の人にとって渡るってやっぱ特別ですよね。特別でした、うん、なんかね、みんな熱く語るんですよ。で、渡る世代じゃない俺は、会社の中でもですね、これやりたいんですって企画のやつが来るじゃないですか、はい、そうすると、それはやっぱりすごいのって聞かれるんですよそうそう、何を言ってるんだみたいな感じで、これはこうこうこうだよって語ってくれる。だって渡るですよぐらいの、そう、竜王丸はこうでねっていう話をして、うん、じゃあ反抗。あ、そうですよね。もうかなりいろんな数のマシンが出てますよね。そうですね、はい、僕はもうパッと見で、これはかっこいいじゃんとか、そういう意見しか言えないわけよ、で、どのぐらい数出るのみたいな話をしたりとかやっぱりどちらかというと、だから僕はこのシリーズに関しては、少し引いてる、オブザーバー的な、位置で、むしろプロダクトとして、こうあってほしいなっていうのがあるじゃないですか、そういうの話だけをしますね。そうですね。とにかくうちの中堅どころのディレクターであるとか企画の人たちっていうのが、もうこの世代なので、その意味ではもうお任せ、うん、その代わり数字がいかなかったら君たちこのシリーズ終わるよみたいな。ファンとしてはどちらかというとそれを支えるためにも応援していきます。その意味では皆さん、そして、うちのスタッフがどこまで付き合うのか、るかというところがね、大事だと思います、はい、精一杯頑張ります。ありがとうございます。で、まあ、はい、主にそうですね、パチゴミっていう素組み、はい、その時になんかワンポイントアドバイスっていうのをいただけないかなということで。なるほど。勝ち組ということであれば、はい、とにかく楽しく組んでいただくのが一番、ま、ずそして結構ね、ステッカー頑張って、はい、フィッティング、してるんですよ、設計も含めて、なので、ちゃんと貼ればきっちり色分けできるので、シールに上手に使っていただけるといいなっていうのと、少しおもちゃっぽさを、なくしたいなと思う人がいるのであれば、例えば黄色、はい、サフとか吹くといろいろ面倒くさいじゃないですか、サーフェイサーとかそういうことはしない方がいいな。黄色だったら黄色を例えば、エアブラシだったり缶スプレーだったり、もしくは筆だったりで塗ってしまう、要は成型色ってどうしても少し透けるじゃないですか。そうですね、うん、その感じっていうのが若干おもちゃっぽさを助長するので、それを軽減するために赤だったら赤を上に塗る、白だったら白を上に塗るってするだけで全然変わるんですよ。
僕ができるこう簡単な工作、簡単な塗装のプラスアルファで良くなるということで言うなら、それをお勧めします。個人的に気になるポイントなんですけども、はいはい、これあの目とこのおでこのバイザーのところがこう2つのパーツで選べるじゃないですか、はい、あの時にやっぱりちょっと塗装が、うん、クリアパーツの塗装が必要じゃないですか。そうですね、で、なんといってもこっちかな、この額に龍の門が浮かび上がる、そうですね、交流券の再現、はい、何を言われてるのか全然わかんないですけど、うん、あ、そうです、はい、必殺技を使う時に龍が浮かび上がるっていう、はい、これが、まあ、クリアパーツの方にはこのデザインがあるんですけども、うん、この時の例えばブラックはこんな風に塗った方がいいよとか、おすすめ塗料、グロスの黒であればぐんと引き立つのでこれでいけんじゃないですかね。もうクリアパーツだってことは特に気にせず、気にしなくていいんですよね。ああ、はい、そうですか。あと透けさせたいとかなんか思うんだね。ただ、はい、裏側から軽くエアブラシで拭くとかっていうのもなかなかいい手口だと思いますよ。はい、できました。これね、はい、パッケージ気合入ってるでしょ。そうですね、いいですよ、これ。この書体もかっこいい。そうそう、何度も言うけど、スタッフがやっぱり気合入ってるんですよ。そう、もう私と同じ職歴世代が作ってるわけですもんね。続いてくれると嬉しいですね。ファンも頑張って支えられる。この間ね、中国の模型のイベントに参加してきたんですけど、はい、中国でもやっぱり渡るって人気高いんですよ。そうなんですか、はい、でね、人気アンケートみたいな話をすると、日本人のその人微妙に食い違ってて、これまた面白いんだ。あ、どのキャラが人気とか、どのマシンがとかで、ですよ。皆さん応援よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします、はい、では頑張って作らせていただきます。ぜひ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやー、緊張してましたね。固くなってましたね。私何一つ面白いこと、気の利いたこと言ってませんね。しょうがないじゃん、しょうがないじゃんね。もうあれは野球少年がさ、突然さ、はい、じゃあ今からイチローと喋ってって言われてるようなもんですよね。いや、もちろんね、こんな機会を与えてくれた大越さんには本当に感謝してます。こんなことでもないとね、うちのチャンネルにマックスさんがね。いや、まあそれは置いといて、作ってきました、こちらです、竜王丸。かっこいいわ、かっこいい。まあ特に、手を入れたところっていうのはなく、まあちょっとつなぎ目を消したぐらいですかね。で、アドバイスいただいた通りに、サフとかなしにプラの成型色と同じ塗料をね、拭くと光の透過とかが防げて、おもちゃっぽさが軽減されるよっていうのをちょっとやってみました。だから白いところは、マットホワイトで塗ってみて、このワイザーの赤いフレームの部分とか、あとこのマガタマの模様はレッドを拭いた上に、もうちょっとツヤっとさせたかったんで、クリアレッドをさらに重ねてみました。で、あ、ここも、いろいろ聞いていた、このバイザーの黒はグロスのブラックで塗ってみました。ね、もしかしたら、放流拳の文様が浮かび上がったものもまた、挑戦してみるかもしれませんけど、今、ノーマル状態のやつをね、つけてます。で、その他は、頑張ったんですよとおっしゃってた、シールでやっております。この、流雷拳のマークとかもね、シールで、できております。立体的になってるんですけども、しっかり押し当てて貼ってみると、なかなかいい感じになってるんではないでしょうかね。あと目とかもね、全部シールなんです、この模様とかもね。はい、いやー、作ってるとね、いろんなことをね、昔を思い出して本当に楽しい時間でした。もともとはね、私ね、どっちかっていうと龍神丸よりかは原人丸派で、なんかこう、助けてくれる謎のロボットみたいな、かっこいいなと思ったんですけども、竜神丸が竜王丸にパワーアップしてからはね、もうこっち、竜王丸派になっちゃったね。竜神丸ってね、こう、赤、青、黄色のなんかこう、スーパーヒーロー系のロボットなんだけど、この白と黒と黄色の、この絶妙のバランスのこの神々しさ、ね、これにはもうやられちゃいましてですね、本当にかっこいい。
あのプラモデルです。あとね、当時渡る世代だった、ね、私と同じ直撃世代の人は本当にあの懐かしい、思い出がいっぱい蘇ってくる素敵な時間になると思いますので、ぜひぜひあの作ってみてください。あの成型色と同じカラーで塗装しただけなので、まあ、若干色味は変わるかもしれませんけれども、もう組み立ててシール貼るだけで大体こんな感じに出来上がるので、はい、ぜひおすすめです。なわけで今回は、竜王丸作ってみました。皆さんもぜひぜひやってみてください。じゃあまた会おうぜ。